皆様こんばんは、こんにちは、おはようございます。タロット歴24年目のモーセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はこの恋に未来はあるの？ということを見ていきたいと思います。今日はですね、お互いの気持ち、今後の流れ、今後の展開、それがどのようになっていくのかなっていうところに焦点を当てて見ていこうと思います。はい、選んでいただきたいのは、今日はダイスを用意しております。グリーン、ブルー、ピンク、こちらからお選びくださいませ。それでは早速グリーンの皆様から見ていきたいと思います。はい、じゃあ本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ1番のグリーンの皆様、お待たせしております。ね、この恋に未来があるのかどうか、ね、お相手のお互いの気持ち、今後の流れというのを見ていきたいと思います。もう少しシャッフルさせてくださいね。じゃあ開いていきますね。はい、まずね、はい、これ現状ユリが出てます。あの人の気持ち、キーですね。あなたの気持ちが無知だ。なんかね、あなたの方がなんかちょっとね、イラッとしてる。そっか、山が出てるね。ちょっとね、障害が大きいような気がする。なるほど。でも手紙と木、道か。なるほど。ね、この恋にね、未来があるかどうか。ちょっとね、道の後に補助カードも出しましょう。これがね、こうどっちの選ぶっていう形になるのかなと思って。お、これは嬉しいカード、リングが出た。なるほど。はい、まず1番のグリーンの皆様、あなたが今ね、無知が出てるからね、なんかこうね、あなたの方が非常にこう悩んでたりとか、こう恋が進まなくてイライラしてる部分とかもあるのかなっていう感じ。なんかね、すごく一生懸命なんだけれども、こうなかなか前に進まない、そういう状態がもしかしたらあるのかもしれません。でもね、この恋、はい、これ発展性ありそうですよ。あの、近い未来に手紙とこの木というカードが出てるので、こうお二人がこうより今後の流れに、今後のお二人についてこうきちんとね、お話し合いをされたりとか、なんかね、時間をかけながらこうゆっくりこう決めていこうっていう、こうそういう感じがね、見えるんですよ。で、あのお二人は一旦岐路に立つかもしれません。そう、このね、道というカードが出てるので、ね、お二人が、ね、どっちの方に進むのかっていう、そういう話し合いが行われる可能性があるかもしれない。でも、ね、補助カードを出したら、これね、リングというカード、これが出たんですよね。なのでこれは約束
とか、まあ、2人の関係がきちんと契約が交わされる、まあ、例えばね本当に婚約とか結婚とか、なんかねそっちの方向にねこれ行きそうなんですよね。なので、あの時間はねこれおそらくかかるだろうっていう部分は見えてはいるんだけれども、あの、ね、この恋、ね、頑張ったらどうなるのかっていうところに終点を合わせると、あこの恋は実るなと、可能性非常にあるなというふうにまず私は思いました。でお相手様の気持ちなんですけれども、まあ、キーというカードだから、うーん、なんかね この恋を今このお相手様は少し迷ってる部分があるのかもしれない。この扉を、ね、いわゆるあなたとの未来のこの扉を、ね、こう開けようかどうしようかみたいな感じで、このお相手様は今、うん、まあ、迷っている、悩んでいる部分があるのかもしれないです。でも結果的に言うと、その扉を開けてあなたとの人生を歩もうとしてるように考えられるのかなと。でアドバイスカードがねここにね山というカードが出てるんですよね。で今後の流れのところにこの木というカードも出てるから、もしかすると思ったよりも時間かかるかもしれない。お相手様が例えばこう今でもそうかもしれない。だからこうあなたが少しイライラしてるかもしれないんだけど、ね、白黒つけてよとか、ね、こうどうするのっていう時になかなか結論が出せないお相手かもしれない。慎重な人っていう意味ね。で山と木が出てるから、なんかねそうねちょっとね時間どれぐらい待つのって言われたら、木と山が出たら案外長いんですよね。だからまあ3ヶ月から半年はまあ時間はかかるかもしれない。でもその後リングという流れになりそうなので、これはあなたにとって非常に嬉しいなんかね方向に行くのかなっていう感じはしました。じゃあこちらねちょっとアドバイスカードで、まあ、1枚かな。でこの恋がどうしたらよりうまくいくのかということをじゃあ見てみましょう。よかったですね新しい道が開けると、ね、またまさしくこのカードと一緒ですよね。これも道というカードで、で新しい道っていうのが、ね、この結婚リング、この方向性になんかね行くんじゃないかって思います。なのでこの恋はあなたにとって、もしあなたが、ね、このお相手様と、ね、将来一緒になりたい、結婚したいと思うのであれば、時間かかるかもしれないけれどもその方向に行くんじゃないかなっていうのが今回のこちらのカードのような気がします。ね、よかったですね、うん、ただねここね木と山が出てるから時間はかかるかもしれないですね。でもそれでも、ね、あのじっくり考えた上で答えを出してくれた方があなたも、ね、安心かもしれませんね。はい、これが1番のグリーンの方です。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあ2番のブルーの方、お待たせしております。この恋に未来があるのかどうかというのをお互いの気持ち、今後の流れということで見ていきたいと思います。少しシャッフルさせてくださいね。そうですね、じゃあ開いていきます。はい、
と思うけどな。で、ああどうしたんだろう、お相手の気持ちクロスだね。お相手の気持ちクロスか。で、あなたの気持ちが子供か。取れてないのかな。あ、でもここでリングが出たね。で、ユリも出た。棺桶か。いやちょっとこれはね、しんどいカードかな。棺桶の後のちょっと補助カード見てみますね。ちょっとこの恋は辛いような気がするな。こっちかな。怒りか。現状を見てるとね、まあ、このキーというカードが出たので、こうなんかね、今のお二人にとっての解決策がもしかしたら見えるのかなって思ったりしたんですよね。でもお相手の気持ちがね、これね、クロスなんですよね。だからこう、なんていうのかな、こう終わった関係って思ってたりとか、こう一旦中断している関係と思ってたりとか、なんかね、そういう可能性がね、あるのかなって思ったんですよね。で、まあね、今後の流れ、こうね、一旦これね、リングとユリが出てるから、またね、再びこう仲直りできたりとか、会えたりとかする可能性あるかもしれないんだけど、結論がね、またこのね、古墳という、棺桶なんですよね。棺桶と怒り、だからね、そうね、ただまあアドバイスカードが、これがね、木というカードが出ていて、まあこの木っていうのが、例えばまず精神的な癒しだから、いかにお相手様といる時に、ね、リラックスできる時間を、ね、いわゆる作れるかというか過ごせるか、それがまあ一つのキーになりそうだし、あとこのね、キーというのがとにかくこう時間をかけていくことなんですよね。なのでこうしっかり、もし例えばね、一旦関係が中断するかもしれない、でもそれでもあなたが諦めずに粘り強く、ね、このお相手様を愛し続けることができるのであれば、またね、こうここからの未来が変わっていく可能性があるのかなっていう気はする。アドバイスカードは決してこれはマイナスのカードではないです。ただね、時間が、っていうかね、まあね、このね、クロスと棺桶かって感じで、ちょっとね、それがね、こうガツンとね、わーなんか来てるなーっていう感じがね、するんですよね。ちょっとね、アドバイスカード何が出るかな、ちょっとね、見てみますね。どんなアドバイスカードを天使様がくれるかな。あ、よかったですね。なんかね、このいわゆるフューマンスですね、この時間をかけていくというのが、このね、まあフューマンスだから6ヶ月はかからないと思うんですよ。長くて4ヶ月早かったらね、2ヶ月ぐらい、かもしれないですね。まあちょっとね、こう木っていうカードも出てるから、私は今のところね、3、4ヶ月ぐらいかなとは思ったんですけれども、
よかったです。なんかね、その時には、ね、あなたとお相手様がこの階段をしっかり登っていく、登っていって、こう新しいスタート、それが切れるのが、まあ、いわゆるこの棺桶の跡ね、このいわゆるこう棺桶、いわゆるね、もしかしたら2人が、ね、例えば音信不通になったりとか、連絡が取りにくくなったりするかもしれない。でもあなたがそこで諦めずに、なんかね、こう本当にこう気を長くして待つ、お相手の人を愛し続ける。そうするとね、このね、まあ、3、4ヶ月ぐらいの間には新しい関係性が、これは続い、なんかいわゆる始まっていく可能性があるのかなっていうのが、なんかね、今回のこのカードなのかなと思いました。なんかね、ポジティブなね、カードが出てよかったなと思いました。何かね、このお相手様、今こう恋愛モードになれないというかね、なんかこうね、シャットダウンしてるようなところがこう見受けられるんですよね。なんかね、非常にこうネガティブになっている可能性もあるのかもしれない。でもね、現状がこのキーというカードが出ていて、今後の流れがリングとユリっていう、なんかね、とても明るいカード。なんかね、約束ができたりとか、なんかね、時間をかけながら恋愛に発展する、そういうカードが出てるので、なんかね、もしかするとこのお相手様、少し波がある人なのかもしれません。なんかね、もしかすると今はなんか、例えば仕事モードで、こうなかなかこうあなたの方にこう気持ちとか時間とかが向けれない。でもまたね、しばらくするとこうあなたとの時間が楽しめて、でもっていう、そのこのね、波がもしかしたらこうある人なのかなっていう感じがしました。なので、時間っていうのがね、なんかこう、それがなんかね、アドバイスカードとして出たのかなっていう感じで、このお相手様の気分にこうあんまり振り回されない方がいいのかもしれない。あなたはあなたで、このマイペースでね、このお相手様のことを大切にします、好きでいますみたいな、そういうスタンスでいいのかなと思ったりもしましたね。可能性はあると出たのでよかったです。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあ3番のピンクの方、お待たせしております。じゃあこの恋に未来があるかということで、お互いの気持ち、今後の流れを見ていきたいと思います。少しシャッフルしますね。長くなってますね。ごめんなさいね。なんかね、カードがね、なんかね、まだまだって言うんです。はい、良さそうです。じゃあお互いの気持ち、今後の流れを見てみましょう。すごいですね、現状星ですよ。はい、お相手の気持ちはキーというカード。はい、あなたの気持ち無知。なんとなく、なんか1番さんにね、なんか似てるような気がする。はい、鳥というカード。
よ。おお、すごいすごい、花だ。おお、ユリが出ましたね。いや、この恋大丈夫ですよ。うん、もしかしたら、あなたとお相手様が、うん、友達以上恋人未満みたいな、こうちょっとね、中途半端さがもしかしたらある恋なのかもしれない。で、あなたとしては、うん、なんかね、ストレスが溜まってたりとか、なんかね、白黒はっきりしたいみたいな、こうそういう苛立ちがあるような気がします。でも、あなたとお相手様ってこのね、星とね、太陽すごいですね。天体カードがね、2枚も出てるからね、ご縁むちゃくちゃ深いですよ。ね、宇宙がね、3番のね、皆様の恋を応援してますよっていう感じです。で、流れがもうね、太陽と花と百合なんですよ。もう超恋愛です。いやいやいや、もう問題ないって感じですね。なんか唯一あなたがね、少しちょっとね、カリカリしてたり、なんか苛立ちがあったり、まあ、仕事でちょっと忙しくて余裕がないのかなっていう可能性もある。でもね、お相手もね、こうあなたとのこうこれからの関係性を前向きに考えてるし、問題ないですよ。この恋は叶う。うん、全然問題ない。うん、全然問題ないですね。コミュニケーションをね、こうね、よりね、今後もね、しっかりとっていくといいよっていう感じ、それが出ています。まあ、ちょっとアドバイスカードをね、天使様からのメッセージを、じゃあちょっとね、引いてみましょう。これかな。はい、ほらね、近いうちにあなたの願い叶うよって、っていうか、もう太陽出てるからね。ほら、もう全然問題ない。なんかね、こうあなたの今の、まあ、苛立ちとか、そうね、体の疲れとかも、もうあと2週間もしたらこうね、クールダウンしてくると思うんですよね。それでね、お相手様とね、とってもね、もうね、愛し合って幸せって思えるような、もうね、そういう状況来ますよ。いやー、これは問題ないです。だからね、恋が叶うか叶いますみたいな、そんな感じですね。うん、お相手様もあなたのことしっかり考えてくれてるし、大丈夫ですよ。うん、なんかね、こういいカードがね、なんかすごくバーンと出たから、いやいや、もうこれは大丈夫でしょみたいな、そんな感じです。アドバイスカードもね、いいカードが出たからよかった。うん、なんかね、いや、なんか久しぶりですよ、こんなポジティブなカードが、うん、未来で出るなんて。だから、こうなんていうの、恋愛でこう幸せな状態がね、こう愛し愛されっていう状態が、うん、続いていくっていう、そういう未来が出ている。はい、これが今日私が見させていただいた内容です。ね、お相手様の愛情をしっかり感じて、そしてあなた自身の体の疲れなども取ったら、もう全然問題なく、きちんと向き合えて、しっかりお相手様と、うん、幸せな日々を過ごしていけるかと思います。はい、よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。